どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このウクレレを使っていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、夏休み突入ですよ。2019年夏休み突入、いかがでしょう。夏休みの間にキッズウクレレ始めよう。しかも、お父さんとお母さんも一緒に教えながら一緒にやってみる、スタートしてみる、こういうのいかがでしょうかね。その時に一番いい曲、テーマ曲、おもちゃのチャチャチャだったら知ってるでしょ。しかもアレンジは、コード3つ、入門コードっていうのがあるんです。ここ押さえるところね。これを一番簡単な、もう本当に超簡単3つのコードだけでできる超ウルトラ簡単バージョンで、ガズレレバージョンでやってみようと思います。ぜひこれを機会に音楽やる、その人生を始めましょう。親子でワイワイ、これをお勧めいたします。で、まずですね、ウクレレとかもうやったことないけど私にできるか不安でしょう、ガズレレって言うんですけど、今ご覧になってくださってる YouTube はこの動画見てるだけでどんどんできるっていうプログラムをもうすでに開発してるんです。開発だって、はい、ここにリンク貼るんです。ここにビット今出ますからね。ここの、YouTube ガイドっていうところにジャンプしてもらって、初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1から動画を見ながらウクレレ触ってるだけでどんどん音楽できます。はい、じゃあまずひとまずそこ行ってみてくださいね。リンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック。そこにはもういっぱい曲ありますから、他の曲ちょっとできるようになったら探してもらいたいんですけど、今日はおもちゃのチャチャチャ、まずシンプル簡単バージョンやってみようと思います。で、まず簡単バージョンが終わったら次はですね、次のバージョン、かっこいいバージョンも一緒につけときます。こっちはですね、いずれはこういう風にできるとかっこいいなということで、それでね、コードが6個になりました。で、弾き方もちょっとかっこいい弾き方ですからね、いずれこういう風に弾けるとかっこいいなということで、ちょっとできる方はどん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 楽しんで、こうリズム感をね、つけて、またやってみたら最高にいい気分だと思いますよ。さあ、音楽は聴くよりやる方が楽しい。チャレンジしてみましょう。では、まずはですね、コード C と F と G7、超入門コード3つでできる、ガズレレリーおもちゃのチャチャチャの方のデモ演奏からやってみようと思います。よっ、ワン、トゥー。ラン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 、おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャ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 、おもちゃのチャチャチャ、空にキラキラお星さま、みんなすやすや眠る頃、おもちゃは箱を飛び出して、踊るおもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャ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 、おもちゃのチャチャチャ、鉛の兵隊とてちてた、ラッパ鳴らしてこんばんは、フランス人形素敵でしょ、花のドレスでチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャ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 、おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャ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 、おもちゃのチャチャチャ、せーの、おもちゃのチャチャチャ、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、コード3つ、ショートカットバージョンでお届けしました。この歌はですね、本当はね、3番か4番ぐらいまであるんですが、今のは1番、2番やって、最後エンディングというか繰り返して終わったというガズレレオリジナルになっております。全部やりたい方、コード進行一緒ですね。歌詞だけノートに書き出してやってみてください。で、YouTube のね、動画の中のこのテロップ見ながらできた人は、自分でノートに書くのをおすすめします。そしてね、今私のノートを見ていただこうと思うんですけど、こうやって書いていきます。このワンブロックでとにかく4回弾くわけですからね。で、今前奏ですけど、後半やるかっこいいバージョンでこのメロディ弾いちゃおうかなと思います。前奏はこうです。G7 4回弾いて G7C ですね。はい。で、ここがおもちゃのチャチャチャって感じで、これ一時停止してメモっといてくださいね。はい、どうぞ。いいかな？これ1番。で、ここが、で、あ、そうそう、これ言っとかなきゃいけない。こう下にくるっと囲ってるのあるじゃないですか、こういうところ。これは、後半やるかっこいいバージョンではこれをこのコードに変えます。そうするとまたさらにかっこよくなりますね。まあ、後で解説しますから。で、ここ、またおもちゃのチャチャチャやって、これ2番やって、はい。2番も、まあ、コード進行は一緒で歌詞が違いますね。
なんでここ3番4番書き出していけばフルでできますということでございます。でまたここ最後踊るおもちゃのチャチャチャ2回繰り返して最後ちょっとエンディングっぽくして終わったということでございまして、はい、コードの出てくるコードからこれ見てコード3つ今日は赤く書きましたよ。 C と F と G7 ですよ。今やったシンプル簡単バージョンこの3つ C と F と G7 っていうのは本当にウクレレを触ったその初めの日に習うコードっていうね、コードってこっち押さえるね、コードっていうのを覚えないと音楽が、まずこの3つのコードからね、覚えていくのはおすすめなんです。C っていうのはここね、一番下の弦の地球に、地面に一番近いところの3番目ですよ。はい。F は、こことここの斜めで指立てる。寝かしちゃダメです。立てる。これが F ですね。で、G7 っていうのは、こことこことここの三角形。まずこの3つのコード、これ本当に最初にちょっとこれだけなんとか覚えてください。これで基本になりますからね。で、これは今やったシンプル簡単バージョンをこの3つのコードを使ってゆっくりこう4つで弾いたというので、まずこれ、親御さん、キッズたち、やってみよう。はい。で、これができるようになったら、その先、こっから、もうちょっと上のかっこいいバージョンの解説が入っています。こっからガッとちょっとねいろいろ出てきますよ。かっこいいバージョンはですねさらに今の3つプラスあと3つコード追加します。これ見てください。 Am というコードと Am というコードと Dm というコードと Em7 というコードをこの3つに加えて合計6個でやろうと思います。でこれはですね今の3つもそうなんですけどこれね覚えるコードを覚えるすごくいい便利な方法があってこれってね これなんですよ。ガズレレ必須コードって書いてあるでしょ。必須っていうのはね絶対覚えた方がいいですよということなんですけれどもコードっていうのはね本当はね何百個何千個とあるんですけど全部覚えるなんて不可能だし、まあ、大変でしょ。ウクレレっていう楽器にとってすごく仲良しでお友達で便利な仲間がいるんですよ。コードっていっぱいここ押さえなきゃいけるのがあるんだけど、それを8個覚えちゃったら、ほぼ便利に使えるという、8個のコードの仲間をガズレレ必須コードと言っています。これはぜひ、お父さんもお母さんもキッズたちも、いずれ、これを、まずこの8個を覚えてもらいたい。で、すごく頭にスッと入りやすい、面白く楽しく解説している私がね、動画をここに貼っておきます。この動画で覚えてください、その8個。そのうちの6個が今日出てくるやつなんでね。1個ずつ見たら簡単だけど、8個いっぺんに覚えるとなるとちょっと大変なんで、そのコツが書いてある動画です。ぜひマスターしてください。で、かっこいいバージョンの弾き方なんですけど、まず最初は、はい、8ビートっていうリズムで弾くのをおすすめします。そうするとこうなるんですよ。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、こんな感じ。じゃんじゃじゃんじゃじゃ。これを8ビートと言ってます。で、これはですね、まずやってもらいたいリズムの代表なんですけど、今日はもうちょっと斜め上のかっこよさ、いきなりちょっと飛躍するんですけど、レトロビートという弾き方でデモ演奏、かっこいいバージョンをやろうと思います。どんな弾き方か弾いてみますよ。こんな感じ。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、こんな感じで。かっこいいでしょ。これは原曲がねこんな言わないリズムのニュアンスなんですよ。これはできる方はこれに挑戦していただきたい。ちょっと難しかったら8ビートとか8ビートのチャでいいと思います。この辺の弾き方ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろんな弾き方っていう私のホームページの一枚で、その中からレトロビートっていうのを探してもらいたいんですけど、ちょっとレトロビート初心者の人にはもうもちろん難しいんで、その上の方に行くとね、8ビートがありますから。8ビートができるようになった方は、次、8ビートのチャというリズムがあります。こんな感じ、チャッチャンス。この8ビートのチャ。この辺をやってからレトロビートかな。ちょっとこう段階がありますからね。はい。で、今回はかっこいいバージョンのデモとしてはそのレトロビートっていうのでかっこよく決めてみたいと思います。そしてですね。ここの、あ、ちょっとやってみよう。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャ、おも、ここ、チャチャチャ、ここ今、バッバッバッバってこう、チャチャチャって止まってんですよね。ここはカッティングといって見て左手。こんな感じで左手で止めてるんですよ。このカッティングっていうのもさっきのリズムいろいろのところにやり方書いてあるんで、できる方はやってください。ちょっと難しい方は、チャッチャッチャって止めなくていいですよ。できる方は、止めるとまたかっこいい。これでこうメリハリをつけていきます。はい。そうです。ね、このワンブロックにコードが2個入ってるとき、レトロビートでどう弾くかっていうことがあるんですけど、ここだけはシンプルにジャンジャカジャンジャカでやってみようと思います。ちょっとやってみようかな。空にキラキラお星様、みんなすやすや眠る頃、こんな感じ。おもちゃは箱を飛び出して戻る、こんな
じゃんじゃかじゃんじゃかというふうにやって大丈夫だと思います。で今回ね一番面白いというかみんなもやってみたいなと思うのはこのイントロのメロディーをやろうと思うんですよね。聞いててくださいね。このワンフレーズ、これここがおもちゃのチャチャチャと入っていこうかと思います。これまずね、ここにノートにも書いたんですけど、これなんですけど、これまたねいつものねちょっとこれスキャンしてなんかどっかに貼っておきますんで、これを見ながらちょっと私が弾きますよ。まず2弦の3フレット、こっちが一番下が1弦ですからね、1弦2弦3弦4弦になってるね、1弦2弦3弦、2弦の下から2番目の線1弦の2弦の3フレットからいきますよ。三三四五五五四三、次一弦の二、次一弦の三です。二弦の三三四五五五四三、一弦の二、一弦の三、はい、これを通してやるとこれですから。はい、これ結構比較的簡単だと思いますので、ちょっと試してみてやってください。あとはやっぱりおもちゃのチャチャチャっておもちゃですから、もう楽しそうにおもちゃが夜中起き出して遊んでるんですからね、そこをイメージしてもう一緒に遊んじゃえみたいな、そういう気分で歌うのが大事ですからね。音楽は感情表現ですから、気持ちも乗せて歌ってみましょう。それではいきましょうか。ガズレレ流おもちゃのチャチャチャ、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。チャチャチャガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。どうでした？かっこいいですよねこれ。このリズムはちょっとやっぱ難易度は高いんですけど、まあなんとなくこの雰囲気がね、ちょっとおもちゃのチャチャチャに合うなということで、かっこいいバージョンではやっていただきました。もちろん8ビートでもかっこいいですよ。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、まずこっからスタートですね。だんだん階段を登っていくようにいろんなリズムで楽しくやってみましょう。キッズはもう思いっきりとにかく4つ弾きでシンプル簡単バージョン思いっきり歌う。歌中心ですよ。これやってみてください。今年の夏は音楽デビュー。頑張ろう。ありがとう。楽しんでいこう。よろしくお願いします。はい、ウクレレ面白いなと思った方はどんどん周りの人に教えてあげて一緒にワイワイやってください。ね、音楽はね、楽しいですからね。ぜひお願いします。チャンネル登録なんかもぜひお願いできればと思います。よろしくお願いします。ガズレレはですね、いろんなことやってます。リアルに会えるイベント、一緒に弾くイベントですよ。私のコンサートじゃない、みんなもウクレレ持ってきてみんなでやる、あと本をいろいろ出してます。それとかこのクラウドファンディングでこのウクレレ、ここで本当にいいウクレレのこういうのをお届けしたりとかいろいろやってます。この後ちょっと、解説動画、ガズレレ何やってるのかちょっとご紹介動画引っ付けてますんで、お時間ある方ご覧になってください。今日はどうも見てくれてありがとうございました。それではご案内動画どうぞ。はい、まずはですね、ガズレレ.com このホームページを見ていただくのがいいと思います。もういろんなことすべてここにまとまってますから、ね、リンクをここに貼っておきます。覗きに行ってください。イベントですけど、次のイベントはこちらになります。ドン、8月4日山梨県甲府にある、イオンモール甲府昭和の中のイオンホールでやります。島村楽器さんという、楽器屋さんの主催になりますけど、ここでみんな集まってウクレレ持ってきてよ、お一人様でも大歓迎。楽しいイベントですから、ガズさんと一緒にうわーっといろんな曲を歌いまくる、いろんな質問も受け付けます。大歓迎。イベント情報ここにバーッと書いておきます。次はね、山梨の後は東北行きますからね、宮城県と、山形県、こっちもイオンホールですからね。面白そうですね。ちょっと予定入れといてくださいね。いろいろやってます。で、今日最新情報があります。東京都内で今年の11月11日この日はですね、1111で弦が4つでウクレレの日
いや、ガズレレの日ってことで毎年やってて、今年3回目になりますけど、錦糸町にあるシルクロードカフェでイベントをやります。こちらは平日の夜になりますので、これどっちかっていうとガズレレイベントっていうよりはもうパーティーに近いんですよ。で、皆さんこれはね、この日に限って、お酒もありのパーティースタイルでやります。普段のね、ガズレレイベントはね、お酒は一応禁止なんですけれどもね、ここはちょっとフランクなパーティー形式で、まあいろんな面白いプレゼントタイムとかも用意しています。今日は24日の午前、7月24日の、10時からチケット発売になりますので、ホームページにちょっと記載しておきますので、興味ある方はそっちもお願いいたします。本出してます。どうもこれ。リットミュージック社から出てる、今これすごく大ヒット中です。100曲入りの超簡単なコードブック歌本ですね。ぜひ皆さんこれでワイワイ歌ってください。ご活用ください。あとこのウクレレなんですけど、これガズさんが監修してる、ベトナムで作ってるオールタンバのものすごくいいウクレレ、クラウドファンディングでやってる、あとほんと数日で終了なんですけど、こちらの方もホームページでフォローしておいてください。盛りだくさんのガズレレ三昧なことになっておりますけど、皆さん、ついてきてくださいよ。皆さん、一緒にどんどん楽しんでいきましょう。これから音楽はね、やる時代、聴くよりやる方が楽しい。そんなこと、共感してくださる方、どんどん楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。それでは今回のガズレレはこれで終わろうと思います。皆さん見てくれてどうもありがとうございます。また会いましょう。さよなら、バイバイ。